どうも、ベースの妖精です。あれれ？練習サボってませんか？ベースやギターを始めた当初は、よし、上手くなるぞって意気込んでたのに、ちょっとこの前までは、よし、いっぱい練習して上手くなるぞって言ってたのに、今、サボってませんか？まず楽器が上達する仕組みっていうのをお話ししていこうと思います。人間というのはその環境に適応しようとする特性があります。重いものを毎日持っていると、あ、このままでは耐えられないと思って筋肉が大きくなります。それでいつも持っている重いものを楽に持てるようになる。長距離を毎日走っていると、あ、この心肺機能じゃ死んでしまうと思って心肺機能が向上します。その結果、フルマラソンとかが走れるようになる。じゃあ楽器ってどうでしょうか？毎日指を動かすことで、あ、この動きができないとしんどい、辛い、じゃあもっと楽にしようと思って筋肉が発達したり神経が発達したりして指が動くようになります。とても単純な仕組みですよね。僕たち共通の人間ですので、とりあえずその環境に置けばいいわけですから、その辛い環境に置くことでそれに適応しようとする、適応した結果指が動くようになっているだけなので、僕たちの人体の話なので。では皆さんの今の環境はどんなのでしょうか？携帯を触っている、インスタグラム、TikTok、 その環境に適応した結果っていうのは何が待っていますか？スワイプが早くなるとか、可愛い女の子を見つける能力が上がるとか、そんなもんですよね。過程の先に結果が待っています。ということは、過程が変わってしまうと結果も変わるんですね。皆さんが今やっているその過程、結果がもうすでに変わってますよ。皆さんが楽器をサボった時間っていうのは、楽器に対して適応できるはずだった時間なんですよ。体は刺激を欲している、もっと進化したいと思っている。今まで人類というのはいろんな形で体を適応させてきました。動物を飼ったり、でそれでご飯を食べなきゃいけませんからね。植物を育てたり、それをしないとご飯が食べられませんからね。生き抜くために体が適応した結果、足が速くなったり、力が強くなったり、穀物を育てる持久力がついたり。じゃあ今の人たちってどうでしょうか？インターネットの技術の向上、結果何が待っているかというと退化ですよね。おそらくほとんどの人類が退化していくんですよ。じゃあ僕たちも退化しますか？僕は嫌なんですよね。周りが退化していく中で一緒に退化するなんて僕は絶対嫌です。現状維持または向上、どちらかですよね。みんながこう言ってるんだから僕はこう行きたいわけですよ。ベースの寄せはね、楽器に置き換えてみましょう。おそらくほとんどの方が練習しません。めんどくさいもんだって。ほとんどの方が練習していない。現状維持ですよね。しかもゼロからのスタート、ここからの現状維持。じゃあ僕たちはどうするか？練習してどんどん上に上がっていくんですよね。差はどんどん広がっていきます。結果、うわすごいと言われるようになるわけですよ。どうしてうわすごいって言うかっていうと、自分ができないことをやるからうわすごいに繋がるわけですよね。ピアノを弾ける方を見てうわすごいって言いますよね。でもそのピアノを弾いている方ってとてつもない努力をしてるんですよね。短時間の努力じゃない、長期間の努力。毎日毎日コツ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 自分の体をピアノへ適応させていった結果、筋肉神経がピアノに特化して他の人類を超越するようなピアノが弾けるようになるわけですよ。じゃあ僕たちベースの妖精たちですね、これは何をするかというと、他の人類に比べてベースが弾ける人種にならなきゃいけないわけですよ。まあこれはなりたいなりたくないあると思うんですけど、なりたいですよね。どうせなら毎日じゃなくてもいい。仕事とか学校とかでどうしてもできない時がある。特に今なんか試験前ですよね。だからもう本当に物理的に無理なことはある。でもスマホでインスタとか TikTok とか漁ってる時間って必要ですか？ということですよ。その時間をベースに割り当てる、ギターに割り当てて体を適応させていかなければ結果は変わらないわけですよ。ずーっと今の状態よく見ます。練習してるのに上手くなりません。それは練習してないんです。体はその環境に適応しようとする。でも体が適応しなくてもいいやと思っているわけですね。上達しないっていうことは、適応しなくてもいいやっていうような負荷をかけ続けたって上手くなりません。自分が弾ける曲を永遠に弾き続ける、10年も20年もずっと弾き続けてたってその曲しか弾けるようにならないんですよ。その曲以上のものを弾くにはその曲以上の曲を練習する必要があるんですね。 BPM120 が楽になるには BPM140 は弾けるようにならなきゃいけないんですね。よくそんなに早く弾かなくてもいいよとか、そんなに早く弾く必要ないとか言いますけど、弾けるのと弾かないのって違いますからね。BPM100 が限界の方が弾く BPM100 の辛さ、BPM190 が限界の方が弾く BPM100 の辛さ、どうですか？もう BPM190 が限界だったら BPM100 なんて寝ながらでも弾けるんですよ。でも BPM100 が限界だったらもうここまでしか使わないっていうので、そこで練習を止めてしまっていた場合 BPM100 弾くのが辛いんですよね。でも BPM190 弾ける方っていうのはぼーっとしながら BPM100 を何分間も弾くわけですよね。体を適応させていきましょうっていうことですよ。とにかく辛い環境に置かなきゃいけない。ずっと指動かしてると辛いですよね。ちょっと辛くなったらやめよう。あ、もうこれではこの辛さにしか適応しないんですよね。もう成長速度もカタツムリですよ。ただでさえカタツムリなのにさらにカタツムリですよ。でもちょっと辛くなったらもっとやるもっとやるもっとやるってやった結果、体が適応しなきゃいけないと思っているラインっていうのはそのめちゃくちゃ辛いラインだったんですね。じゃあこのラインに行かなきゃいけないっていうので成長速度がちょっと足の速いカタツムリくらいになるんですよ。そういうことです。自分の苦手なことにチャレンジしないといつまで経っても上手くならない。あー
なんかもうこの曲全然うまく弾けないから嫌だな、当たり前でしょ。最初からうまく弾けたらね、こんな辛い思いしてないですよ。ベースの妖精も弾いてたら怪我をする、当たり前です。指はズル向けになりますよ。だって今まで経験したことない負荷が体にかかってるんだから、それは仕方ないことで、それが治った時に皮膚っていうのは強くなってるんですよね。ほら適応してる。どうしてベーシストの指が硬いのか、そのベースに適応してるからですよね。まあでも練習するっていうのはすごく辛いことなんです。指は痛いし、なかなか上手くならないし、時間はかかるし、まあ別にやりたくないっていうならやらなくてもいいんです。それってベースの妖精が強制することじゃない。それは人それぞれの自由で、ベースの妖精が強制できることじゃない。でも上手くなりたいっていう意志が本当にあるのなら、その過程を踏まなきゃいけませんよね。軽音を見てギターを始めた方、ボッチザロックを見てギターを始めた方、このきっかけっていうのはとても素敵なことだと僕は思っています。アニメがきっかけで音楽の世界に入り込んでくれた、ありがとう。じゃあ皆さん、そのゆいちゃんとかぼっちちゃん、どこ見てますか？可愛い女の子がギター弾けてかっこいいな、そこだけ見てるんですか？違う、もっと見なきゃいけないところがある。軽音のゆいちゃん、毎日ギターと一緒にいましたよね。本当に気が狂ったようにギターと一緒にいました。ギターとずっと一緒にいたってどういうことかわかりますか？一日中ギターと一緒にいるんですよ。授業を受けている時間以外、毎日10時間くらいギターに触れてるんですね。ギターに触れている中、何をしていたか、アニメの中では語られていません。僕はわかりますよ、あの上達のし具合。練習してたんですよ、ずっと練習してた。ひたすら練習、ギターって。じゃあぼっちちゃん見てみましょう。もうこれはぼっちちゃんが言ってますね。第1話で、毎日6時間練習した結果、ここです。見なきゃいけないのは、毎日6時間ひたすら練習した結果、いろんな曲が弾けるようになったんですね。もうそれ、答えはもう出てるんです、アニメの中で。でもそこを見落としがち。うわー、6時間ってすごいなーで終わらしちゃダメ。はっきり言いますよ、6時間って少ないんです。僕らからしたら、僕たち音楽で食べている人間からしたら、6時間っていうのはめちゃくちゃ少ないライン、まあめちゃくちゃではないんですけど、もっと必要。8時間、10時間くらい練習して今の僕の実力だと思ってください。ほら、大変でしょ？もう僕はね、ほんと大変だと思った、ベースの妖精は。こんだけ練習して、何これみたいな。もうまさに筋トレどんだけしてんの、何この大きくならなさみたいな。この苦労ですよ。簡単に上手くなるものじゃない。僕がこんだけ練習時間を費やしているのに、毎日1時間とかでこのレベルになれるはずがない。20年とか30年経ったらなれるかもしれない。あとはとんでもないセンスとステロイド、薬物。そこら辺に頼らなきゃ無理じゃないかなと思うんですけど、ベースの妖精は。まあいいんですよ。とりあえず練習したくなかったらしなくてもいい。今ね、8時間とか言いましたけど、普通の方っていうのは8時間取れないんですけど、今の皆さんの限界の時間、避ける時間ってのはあると思うんですよね。インスタをつついてる時間、 TikTok をつついてる時間、何分経ちました、何時間経ちました、もう気づいたら1時間2時間、もう気づいたら夜中で、それで寝るのが遅くなっちゃう。その時間をベースに割り当てればいいんですよね。あら単純、あら超簡単。自分のベストを尽くしましょうよ。時間っていうのは有限です。だから1日8時間練習なんて僕は強制できません、っていうか無理。社会人の方とかは。ただ2時間3時間は避けるでしょっていう。2時間3時間あって、その中で全力で練習した結果、かなり上達しますよ。結構本当に上達する。大抵の曲は弾けるくらいになる、弾けない曲はなくなるくらいにはなる。例外はありますけど、でもそれくらいにはなります。おそらく皆さんが憧れているレベルにはなれます。たったこれだけ練習するだけ、努力、今できる自分のベストを尽くしましょうよ。ベスト尽くさずしてブーブー言わないでくださいよ。全然上手くなれないとかブーブー言わないでくださいよ。それは自分の責任じゃないですか。まあ練習するかどうかは皆さんの自由ということで、僕は皆さんが TikTok とかインスタを見ている間に練習して、もっと先の地点へ行きます。皆さん頑張っていきましょうね。ベーシストのためのオンラインサロン、むつみのベース塾を開設いたしました。超初心者の方向けのレッスン動画、スラップ、タッピングなどのテクニカルな奏法の解説動画、音楽理論の講座、僕の持っているすべてをここで話しております。むつみのベース塾の詳しい説明の動画と、むつみのベース塾のリンクは概要欄に貼ってありますので、ぜひチェックしてみてください。皆様お待ちしております。